何を怯えてる。さっさとかかってこい。この俺を見くびるなよ。はっ、俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなった。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。死んで働く者にでも生まれ変わりやがれ。俺を このまま見逃してくれればある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何？さっさと言え。お前たちサイヤ人の惑星ベジータは巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。サイヤ人の中のほんの一部にはお前のように飛び抜けた戦士が生まれ増え始めた。力を持ち始めればいつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけに、フリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。そしてフリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするな、ドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分にムカッパラが立っただけだ。うわー、フリーザ様、フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。